手がけたのは欧州日産のデザインチーム。9月26日、日産が英国で発表したコンセプトカー。コンセプト20、23のぶっ飛んだデザインがちょっとした話題です。コンセプト20、23はロンドンにあるデザインスタジオの設立20周年を記念して、発表されたスポーティーで都会的な EV コンセプトカーで、 同社のフォーミュラ e 参戦や中略。伝統的で大胆なハッチバックからインスピレーションされた、とのこと。日本の車好きとしては、マーチが超合金風に進化点々。的な印象が順当ではないかと思われますが、デザインを手掛けたのは NDE、日産デザインヨーロッパの若手チーム。 ロンドンで運転したいと思うような車をデザインする。というごくシンプルな指示のもとに制作されたのだとか、次期マイクラのデザインや高性能グレードに期待がかかる。とはいえデザインのエッセンスは、日産が2022年1月に予告したマイクラの次期モデルの予告イメージともオーバーラップします。 次期マイクラはルノー・日産三菱アライアンスが、共用する次世代 BEV プラットフォームの CMF-BEV を採用予定ですが、GR ・ヤリス的な高性能 EV が登場したら楽しいですね。ちなみに20-23という名前の由来は、20周年と日産 -23 から来ているのだとか、 デザインチームによれば、オンラインレースの世界に強く影響を受けたそうで、思えば絶賛上映中のグランツーリスモの舞台である GT アカデミーバイ日産のイメージも被ってくるのかも、日本人が想像する以上に、海外では日産かけるシムレースのイメージは熱いのかもしれませんね。 果たしてこれは単なるレトロフューチャーなコンセプトで終わるのかそれともマーチのアイコンをまとった新型モデルへと続く伏線なのかこの吹っ切れたエッセンスが日産の市販モデルにも、大展開されることを期待しつつ、EV となって登場する新型マイクラが日本に導入されるのかも含め、注目したいと思います。